JR 東静岡駅の周辺の整備をめぐり、県議会と静岡市議会の自民党会派は今日、合同で協議するプロジェクトチームを立ち上げました。県民市民がよりよく使えるような一体的な一体感を持った整備が東静岡について行われるように、今後行政に対して提案をしていく。県議会と静岡市議会の自民党会派の議員は今日、プロジェクトチームを立ち上げ、整備について連携して話し合うことを確認しました。視察とか静止地を見てきたりな。JR 東静岡駅の周辺整備をめぐっては、県が図書館を中心に AI、ICT の拠点などが入る文化力の拠点を計画していました。しかし、整備費が最大270億円に上ることや、事業の内容が不明確だとして県議会から指摘を受け、知事は計画を一旦白紙に戻すと説明していました。プロジェクトチームでは今後協議や視察を重ね、県と静岡市の計画に意見を反映していく方針です。